前回の疾走記録会と比べてどうでした？3キロだけタイムが上がって、あとは良くなかったんですけど、そうですね、はい、次の記録会でね、まあ、この種目をもっと頑張りたいっていう種目ありましたか？自分は1キロを出したいんで、1キロで一桁を出せるように頑張りたいですね。いよいよね、この記録会が終わると競争訓練が始まりますけど、まあ、競争訓練どういうふうに走りたいですか？競争訓練は先行1本で、着にあんまりこだわらなくて、着よりはレース内容を意識してしっかり頑張っていきたいですね。まあ、ね、今後の学校の、ね、訓練の中で、まあ、自分の中で目標とか、ね、課題はどんなものありますか？学校では自分は結構普段からぼーってしてることがあるんで、しっかりまずは学校生活をしっかりこなして、訓練も精一杯頑張っていけたらいいですね。将来はどんな選手になりたいですか？地元の長崎の井上雅樹選手のような G1 でも常に活躍できる選手になりたいです。最後にね、ファンの皆様に一言お願いします。今は全然ダメですけど、これから練習頑張って強くなれるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。